ありがとうございますすみません急遽配信急遽配信です1位だったのなはんさん <laughs> どうするどうするんどうしようスクショ取ってる人きっといないよねきっといないよね完全に自分もね先に読んどけばよかったかな様子がおかしいって時にもう読んどけばよかったのかなって思っていや w i f i のせいだったりするかなと思ったけど絶充電だった お疲れ様でした。本当とに壇上を読めなかった方。本当に申し訳ない。コメント読んで。嘘。どこどこを読めばいいのどこ読んだらいいんだろう。ええ、ええ。えー <laughs> えー、えー。イベント楽しかったわ。ありがとうございます。えギリギリ取れたけど。本当に本当に言ってる本当ですか本当ですかよかったらね。よかったらね。よかったらもう本当に。 ツイッターによかったら、載せていただけたら、嬉しいな良 <laughs> かったら、<laughs> よかったら、ね本当にスクショをってる方、もどなたかど、どなたかいらっしゃったらね、ほんに、ツイッターに、あのー、載せてくださったら、ほんと嬉しいです。もう、嬉しいです。またやらかしちゃいました。またやらかしちゃった。ショックすぎて、もう死んじゃうんだけど、死んじゃう。あーまー、あ、さん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。 今載せるわ。ありがとう、ありがとう。じゃあツイッターのツイッターちょっと見よう。<laughs> ツイッター見よう。ゆうさんありがとう、ありがとう。ちょっと待ってて。ありがとう、ありがとう。あのー、充電ね本当気をつけます。充電なんかね充電さしてたんだけどな、なんか原因不明で充電がどんどん減っちゃってて、スマホの寿命かもしれないけど、ちょっと原因がわからない。 もしかしたら、うん、w i f i が重かったのか皆さんが頑張って星とか投げてくださってて重たくなっちゃったかっていうのも結構あるんですよショールームのイベント中に結構あってそれかもしれないしちょっとよくわからないスマホの寿命だったかもしれない <laughs> っていう原因不明な、ね、事故がね起きちゃってて自分も原因がわからない。 遅くなったけど今来ましたはなちゃんさんありがとうございます w i f i かうん充電なのかスマホの寿命かもしれない何なんだろう充電かな充電器が良くなかったのかでも一応充電はできてたんだけど減ってたけど充電なのかわからないわからないこっちは正常だったのでそういうことか 充電かな充電なのか、スマホの寿命か、どれかだと思います。おそらくどれかだと思います。気をつけます。今後は気をつけます。えーと、エリリヌさん、初訪問ありがとうございます。読んだっけこれ読んだっけありがとう。えーと、ニルニールさん、初訪問ありがとうございます。う子さん、ありがとうございます。 めっちゃ汗汗して,た、まあ、してた、もうね、画面の裏で汗汗してた。で、配信どうなってると思ってあの、急いでね、iPad の方で確認しました。で、最悪も iPad の方で配信できないかなと思ったけど、ログインしてないやと思って、めっちゃ焦りました。超超超焦って、いやー、イベントね、終わりたかったな、あの画面で、あの画面で終わりたかったな。 うん、そうだねちょっと充電気をつける今度からちょっと純正のやつで充電するようにするねいやーこんなことが起きるなんてこんなことが起きるなんておそらく充電だと思うので多分充電かなって純正じゃないやつで充電してたのが原因だったのかなえー、っとジョートさんかな2度目の訪問ありがとうございますちょっと待って。 えっと、ツイッター、ツイッターを見るね。ちょっとツイッターをチェックします。どこだっけツイッターアプリ入れてるよね ?iPad ちゃん。iPad ちゃん。iPad ちゃんどこだろう ?iPad どこ ?iPad ちょちょ、アイパッドじゃない。えっ、ー、と、あれツイッター入れてなかったっけ自分。ツイッターのアプリを入れてなかったっけツイッター。 いや本当に申し訳ない気持ちでいっぱいあ、ツイッター入れてなかったちょっと今からログインして入ろう <laughs> iPad ちゃんで入りますあ来てくださってる初見さんありがとうございますイベントね終わっちゃったんですけど本当に 残念ながらね、壇上とか色々いろいろ消えちゃってね、わけわからない状況にさせちゃって、本当に申し訳なかったです。ご心配をおかけしました。改めて謝罪します。改めてご心配をおかけして、本当に申し訳ございませんでした。んー申し訳なかった。えっ、ー、と、ミクロンさん、えー、初訪問ありがとうございます。ちょっと冷静になりました。ちょっと冷静になった。いろいろ頭がね、パンクしちゃってたんだけど、冷静になれた。 いやー本当に申し訳なかったです。ちょっと心配かけちゃって。ごめんね。おう、チュリさんお疲れありがとう。ナハハンさんも睡眠ありがとう。いや、無事、あのー、いや、確認したんですよ。いや、自分、あの、あの、あの、あれだよね、みたいな。何位になったんだろうって。ちょっとささささっと確認したら、あのー、ね充電しながらね、確認したら、2位だったから、2位キープできてて、あのー、よかったです。よかった。本当に、2位ありがとうございます。とりあえずね、あのー、 ね、だってせっかくさもうこれだけね、あのー、いろいろ協力していただいてて最後に最後にさ、ね、時間のねあの制限んいやいやいや時間じゃないあの、ね、時間でさもうこのタイムロスみたいなの起きたじゃないですかさっきねそれで3位とかになってたら本当にうわーじゃないですかもう全てがもう水の泡にじゃないけど。 うん、だから2位をキープできてたのが本当に救いでしたありがとうございましたよかったよかった本当によかった本当に2位をねキープできてたことがとりあえず嬉しくていやでもこれがさ、まあ、何入れでも嫌だけどさガチべとか今後のイベントでこういうの起こったら嫌だからさ 本当に充電とかバグとかいろいろも本当気をつけて、まあ、気をつけれないんだけど、ね、気をつけれるところは気をつけていきたいなっていう感じかなでえーとちょっと待ってねログインするね今からちょっとね申し訳ないショールームがもしかしたらねあのさっきので終わっちゃったんかなって壇上の人が諦めて帰っちゃったかもしれない <laughs> 本当に申し訳ない 丸、ま、ちゃんさん、タンバリンさん、丸、ま、ちゃんさん、えー2、2度目の訪問、ありがとうございます。集長さん、こんばんにゃ、こんばんにゃ。ちょっと待ってね、今、ログインするから、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、どうやってログインするんだ、これ。<laughs> どうやってログインすればいいんだろう。ん待って、これ、どうやってログインすればいいんだろうね。これ、どうやって。 ログインするのかなツイイッターログインの仕方がわからないというえーっとこれかこうだなあれ,あれ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 えー、っとよいしょこれでえー、はいできたかな できた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 ーでこれで多分オッケーなはずなんだこれ iPad わかんない iPad よくわかんない <laughs> iPad の Twitter がよくわかりませんえーとこれかこれかなあれどこにあるんだあまだあんなのかちょっと待っとかあえ <laughs> 頭も可愛いありがとう <laughs> ありがとう うん、きっとあのも,もしよろしければあのねあのさっきのね男女スクショをしてくださってる方もしいらっしゃったらよろしくお願いしますよろしくお願いしますということでよろしくですよし一応ツイッターは開きました一応開いたお <laughs> あココちゃんさん頭も可愛いありがとうあれこのカエルはもしかして あれココ <laughs> ちゃんさんじゃないかなあれ懐かしい <laughs> 懐かしい <laughs> 来てくださってありがとうございますありがとう頭も可愛いよく見たらよく見たらココちゃんさんだったありがとうございます懐かしいないやあ久しぶりですこんばんはこんばんはいやあ焦ったよ焦ったちょっとあのー、ねどこに来てるのかわからないから リップがちょっとわからないなリップは一体どこに来ているんだわかんないわかんないちょっとねあのお助けいただきたいお助けいただきたい <laughs> あの <laughs> ねあのさっきのね男女もし撮ってる方がねいらっしゃったらよろしくお願いしますちょっとね確認ができないから確認が今ちょっと届いてるのが確認できてないので、うん、もしよろしければって感じです も,うもしダメだったら全力で土下座スライディングス,スライディング土下座しますそういえばあの頃からこのアバターだったんだよねもうこのアバターにしてるのはもう1人しかいないからさココちゃんさんしかいないからすぐに分かりましたあってえっとピロリンさんこんばんはこんばんはコメントありがとうございますあ,あ送ったあ,あありがとうありがとう ありがとうございます。本当にゆうさんありがとう。ありがとうございます。ちょっとね。どこだろう？ちょっと通知の見方もよく分かんなくてあ,あった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。全力でありがとう。いや本当にね。こういうねこともあろうかと。自分もさ前回スクショね。なんか前回もね。こういうちょっと似たようなことがあってね。スクショできてなくて、もう今度からちょっとおかしいな。これって思ったらもうスクショするね。 あれこの壇上1位の人いないんだけどなんでなんでなんか1位不在なんだけど <laughs> なんで <laughs> なんでですかこれは一体ま、まあ、いまいかちょっとあのー、ちょっとねあのー、さっきバグっちゃって読めなかった分の壇上をちょっとねあの送っていただいたので読みたいと思います本当にねあの諦めて帰っちゃった方もいらっしゃるかもしれないんですがちょっと申し訳ないちょっとそこは申し訳ないんですけど読まーさせてくださいということで えっと読みます。読みますね。ええー、と13位よりぱいさんありがとうございます。よりぱいさんありがとうございました。そして12位ちゅりさんありがとうございました。ありがとう。そして11位はダイチョルソンさんありがとうございます。ありがとうえー、そして10位はゆうきさんありがとうございます。ありがとう。パチパチ、皆さんありがとうございます。ありがとう。 えー、そして九位 JY さんありがとうございました、えー、そして八位はカズミッチさんありがとうございましたあ,ありがとうって書いてあるこちらこそね本当にありがとうございますいや改めてねまた来てくださってありがとうございますありがとう、えー、そしてえー、っと七、えー、位は春さんありがとうございますありがとうちょっと喋りながら読んでるとどこまで読んだか忘れちゃうので飛ばしてたら教えてください 飛ばしてたら飛ばしてたら教えてください。えーとそして七位はハルさんありがとうございます。合ってる合ってる飛ばしちゃってないよね。えーと七位六位は六位サルの腰抜けさんありがとうございました。ありがとうありがとうあハルピーさんこんばんはこんばんはありがとう。えーそしてえ五位はサワムさんありがとうございました。 そして4位ははやちゃんさんです。ありがとうございました。ありがとう。えー、そして3位は高尾りんごさん、ありがとうございました。ありがとう。ね、そしてえー、っとんあれ？2位か22あさみんさんありがとうございます。ありがとうございました。あさみんさんありがとう。 ありがとうもう本当にありがとうそして第1位はナハハンさん那覇ハハンさん本当にありがとうございましたもう本当にありがとうねえもう嬉しすぎるねえもう本当に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 ご協力していただきありがとうございましたねえなんかねゆるいべえって言ってたけどなんかこんなにも ね、あの皆さんにあのんポイント応援とかしていただいてもう幸せ者です。本当にありがとうございます。そんなねもうそんなありがたいことが起きてたのにもかかわらずね不具合が起きてしまいましてもう本当に申し訳なかった。申し訳なかった。おパチパチありがとうございます。ありがとう。あはははは笑ってくれてありがとう。<laughs> そこを笑ってくれてありがとう。いやーね。もう本当にね。もう狂っちゃいそうだよね。もうね。狂っちゃうよね。もう笑っちゃいそうだよね。もう笑っちゃいそう。笑っちゃいけないんだけどさ。もう笑っちゃいけないんだけど、笑うしかない状況っていう感じでね。<laughs> どこで終わるイベントね。もうね。て,て,てかさ。 てかまだ壇上の一位の方いないんだけどこれどういうこと <laughs> どういうこと <laughs> ここ一位いないんですけど一体これは一体どういう感じですかねこれ一位の方がここの壇上にいらっしゃらないんですけどなんでこれ悔しいけど嬉しいねうん本当,本当に本当に本当にありがとうございましたこっちは一位見えてるよなぜしょうこさんしょうこさんしょうこさん一体どこにいらっしゃるんだ なんかね空白空欄なんだよね。なんでだろうバグ怖い怖い。怖い <laughs> もうバグはさすがにもう勘弁してくださいって感じですね。えー、夢見心地さん初訪問ありがとうございます。ありがとう。うん。 オンリーワンよりナンバーワンなんだよオ,オンリーワンよりナンバーワンなるほどな,なるほどわからんなるほどからんなるほどわからん <laughs> ナンバーワンナンバーワンがいらっしゃらないナンバーワン不在不在ですね遅れてきたからよくわからない系イベントの後継ランキングかなそうですよそうなんです あここ後継ランキングというかあのバグっちゃってねそうさっきのねイベントのランキングが読めなくなっちゃったんですよなのでまたねあの改めてショールームここでここでちょっと前回の, <laughs> あの読めなかった文を今ここで読みましたいやー本当にその場で読みたかったないっぱい集まってくださってる場でねお礼を言いたかったんですけどね言えなかったあいちゃんさん2度目の訪問ありがとうございますありがとう。 ありがとうございますおこんなねイベントが終わった時にもねあのギフトをくださって本当にありがとうございますみえちゃんハートありがとう音符もありがとうあさみんさん花火ありがとうココ、えー、ちゃんさんかわいいありがとうあさみんさん花火ありがとう睡眠睡味もありがとういやー本当に皆さんお疲れ様でした。 ね、3枠全部来てくださった方とかも結構いらっしゃったと思う本当にありがとうございます本当に本当に一日中本当にあにお付き合いいただきありがとうございましたありがとうね2位なので、ね、すごい楽しみです楽しみ皆さん本当にありがとうあのショールームのね公式アカウントさんにねあのショールームのページを載せていただけるのかな 確かね得点がそうなんですよやばくないですかやばくないですかしかもあれですよもう途中参加でねあの2位頂い,いてしまって本当に本当に革命だと思うんですよ今回のイベントそういろいろ革命が起きちゃってありがとうございますいやそこまでね私も得点のこととかもうんあるんです得点そう20万ポイントを で,でそれプラス3位以内の方に特典があってあのショールームの公式アカウントさんにあのそのページを紹介していただけるのかなそう公式アカウントツイッターの公式アカウントでね紹介していただけるみたいなんですよ。やばないでですすかかかそうががあったんままさかの <laughs> まさかのの そう私はね最初そんなことも知らずにあのレインボースターをあの配る、ね、代わりになんか初見さんがすごい来ていただけるみたいな感じのイベントだと思ってて特典があることなんてね分かんなかったんですよいやーまさかのまさか後から気づくという <laughs> えっともち巾着さんが2度目の訪問ありがとうありがとうございますおい,いいじゃんうんすごい豪華な特典だったんです だからありがとうございました「ショールーム」って公式ツイッターあるんだ知らなかったそうあるんです公式ツイッターちなみに他間違えて申請したイベントもこれと同じイベントそうですその通りでございますそう私あの途中参加だったんですよ 途中参加であの25日のイベントをねあのこの参加してたやつねそう参加をあの数日前から決めててで、まあ、前日に、まあ、参加しようと思ってポチーって参加して当日に、ね、あの改めてイベントを、ね、確認したらあれなんか25日のとこ自分いなくないみたいなことに気づいて「え嘘嘘嘘嘘,嘘みたいな嘘だと思って。 調べたらねなんか9月1日みたいになってて <laughs> やばーいってなってねそうそれであのイベントをキャンセルしたんですよキャンセルポチってで、あのー、その日のイベント9時から9時から私はショールーム予約してたんですよだからあダメだこれって思って <laughs> 間に合わないねこれはって思ってもうごめんなさいって感じで。 そ,うそこでねあの普通にショールームやればよかったじゃんって感じだったんですけどでもね「レインボースターも配ります」ってあの書いてたからだからね「えレインボースターないじゃないですか?」ってなったらもうやばいじゃないですかそ釣りじゃないですかそんなの釣りじゃないですかもうだからもうショールームは今日はおしまいって感じでさん、あのー、イベントもうね参加できなかったしお休みして。 であのー、ねやっとイベント一日遅れで参加してっていう感じでそうそうあのツイート見た時笑いましたいや私はもうねあのもう顔真っ青でしたよ <laughs> やばいこれどうしようみたいなもう配信予約しちゃいましたみたいな <laughs> もうね今だったら笑い話だけどねすごい顔真っ青だったから <laughs> 死んでたから顔ええー、クさんこんばんは来てくださってありがとうございますくまさん初訪問ありがとうございます是非ゆっくりしてってくださいそうですよもう笑い事じゃないんですからねもう超真顔真顔みたいな感じだったよもう気分悪い顔してたもう <laughs> なんかもう病気みたいな顔してたと思うよ多分うん からの2位は頑張った。いやー本当に皆さんがね頑張ってくださったおかげで2位ですよ。本当に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 ありがとうございます。いや嬉しい嬉しい。いやーねあのー、次からは本当にイベントのね日付とかねあとバグとかも本当に起きないようにもう対策をどんどんしていこうと思います。対策どんどんしてくね。 えー、30秒10ルーム見たら二0星1個もらえるからね毎週あるみたい毎週あるんですかこれ <laughs> 毎週あるんですか年1とかじゃないんですか年に1回ではないんですかこれ毎週あるんだびっくりすごい衝撃事実いや私ゆるいべは本当にあに、のー、初心者なので、ね、2回目なんですよ1回目はあの花火イベントで2回目が今回のイベントでもう初心者 なんです、ね、もうだからどのイベントが毎週あるとか1年しかないとか分かんなくてもうノーリで参加みたいな感じでやったらまさかの皆さんにねたくさんあのポイントを頂い,いてあこれ頑張ろうと思って <laughs> 頑張っちゃおうと思ってねもうガチイベみたいになってるんですけど毎、まあ、回うんそんな感じでねいや本当にイベントありがとうございました本当にありがとういやーねびっくりさせちゃって本当に本当に。 いやあ大変大変だったこっちもねもう皆さんも大変だったこっちももう大変でうわあどうしようみたいな <laughs> びっくりしたびっくりだって配信中に切れるってやばくないですか配信中に切れるってやばいよねいや配信画面がどうなってるのかっていう心配がまずあって焦った焦りましためっちゃ早口だったねもうイベント終わったから早口じゃなくていいんだなるほどなるほどって感じだよね こちらこそありありですありがとうありがとうあり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 りでしたありありでした,ありありでしたおゆうきさんありがとうありがとうおみえちゃん睡眠ね本当ありがとうねこうしてイベントが終わった後でもさ星とかギフトとかいろいろくださる方がいらっしゃって嬉しすぎます嬉しすぎるまたね何かイベントがねあったら参加しようかななんか面白い <laughs> 面白いよねはい イベントはねあのゆるとかガチとか、まあ、そういうのをもう抜きにして全部面白いのでまた何かイベント参加できたらいいなってほんとその時はね気をつけるもう全力で気をつけるイベントの日,日付だけはね絶対にガチとゆるメリハリあるといいかもねえメリハリあるといいんだけどねなんかせっかくポイントここまでいただいちゃったからもうここで終わらない。 終わらせるのはちょっともったいないかなと思っちゃって毎回ガチになるんですけど、まあ、どうしたらいいかなどうしたらいいもう、うん、決めといた方がいいのかなもうやっぱりガチにするとかじゃなくて最初からもう、うん、どれだけポイントを頂い,いてもいやこれは夜なのでって夜 <laughs> を私は突き通すみたいな感じの方がいいのかな毎回ガチでいこう <laughs> どっちがいいですかねどっちがいい まあやっぱね皆さんも休憩も必要だと思うのでね毎回ガチってなるとやっぱ苦しいからねくま、えー、さんがフォローしましたありがとうありがとうあははあははー, <laughs> ー、えー、ENN さんえー、初訪問ありがとうございますありがとういや嬉しいなあコメントもいただいちゃったありがとうございます夜な人は深夜一時ぐらいまでやらないあーなるほどね いや私もねあのどれだけガチイベとはいえ、ね、深夜1時はさすがにねさすがにちょっとね皆さんもね仕事とかいろいろいろんなことがあるだろうしさすがに1時は回らないようにはしてるけどけど,けどけどけどって感じだね。 えーとルルさん、えー、初訪問ありがとうサラさんも初訪問ありがとうサラさんかなケ一イチくんださんがフォローしましたありがとういやね本当にこのイベント中にねたくさんフォローもねあのしていただいてたんですよ本当にありがとうございましたそうですよねあのフォロワーさんも倍増みたいな感じのイベントねでしたもんねリスナーさん倍増だっけそんな感じの、ね、イベントだったから。 まあ本当に、ね、たくさんのね初見さんに巡り会えたのかなおお <laughs> ひっかくブル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  <laughs> どうしたんだいどうしたんだいなんかさっきの自分みたいな状況になってるなんか慌,慌ててるみたいな「<laughs> ひーえー」って「配信が切れた」って「ひーえー」っておつっちーさんえぎ、ー、いわさんこんばんは来てくださってありがとう。 名前呼ばれた呼びますよ、ささんサラさんか <laughs> 呼びますよ私は。ねコメントしてないのにってしてなくても呼ぶ。怖いよ、嫌だよって。<laughs> なんか、ね、すごいなんか善逸みたいな声で再生される。嫌だよ、禰豆子ちゃんみたいな、炭治郎みたいな感じの声で再生されてる私の中で。 品野さん、えー、初訪問ありがとうございますということでエスパーですかいやなんかねあのー、ね初見さんとかだと私の方だけにねあのー、初訪問って表示されるので読んじゃいます <laughs> 読んじゃいますよ嫌でも読みます <laughs> ってことで「どうもこんばんは」って書いてある <laughs> ねありがとうございますそんだけねもうギャーってなってくださって嬉しいですありがとう よしそうだなそうだなそうだなここらでね落ち着いてきたところでねうんきりがいいのか悪いのかわからない <laughs> けれどもうんどうしようかな、うん、40分までは話そうか40分ちょっと <laughs> もうちょっとしかないけど40分までお話ししようかな。 みそらさん、すえー、スエさん、えー、初訪もありがとうございます。えー、佐ょうさん、二度目の方もありがとうございます。名前なんか覚えてる佐ょうさん。おこんばんは、こんばんは。イベントありがとうございました。ね、今日は本当にすごかったですね。そうですね。 そうだね、今日はだって3枠あんまりね3枠ってね夜じゃやらないよね <laughs> やらないよねえっ、ー、とコメさんシンヤさんムドッツさんえー、訪問ありがとうございますあそっかお祭りルームはまだギリギリ終わってないのかだからねたくさんまた初見さんが来てくださってるのかなありがとうありがとうえー、っと ベロベロベーさん <laughs>、初訪問ありがとう <laughs>。ございます。え、ピさん、こんばんは。コメントありがとう。あれ、なんか、このアバター、なんか見たぞ、見たぞ。もしかして、なん、何度か来てくださっている。このかな。うん。え、可愛い,い。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、ひろりねさん、ひろりねさん、ありがとうございます。嬉しいな。初見さん、ありがとう。 そうだね今日のゆるいべそうですよなんかねすごいね今日はねあの懐かしい方が、ね、たくさん遊びに来てくださったんですけどなんでですか何でですか何でそんなことにな,なんでですかねわからないんですけどね本当に本当にねあのあ懐かしいっていうね方がたくさん来てくださって嬉しかったです嬉しかった。 ね、またね改めてねショールーム始めたのでね是非たまにでいいのでねあの遊びに来てくださると嬉しいですこれからもどうぞどうぞという感じで、うん、これからもよろしくお願いします懐かしい気持ちになったなんかねなんかタイムスリップしたような気持ちになりましたね覚えてるもんなんだって感じで見てたうそりゃ覚えてますよ覚えてるよ覚えてますとも本当に本当になんか かね、なんだろうねう覚えてる覚えてるねあれこの名前なんか呼んだことあるぞみたいなとか <laughs> ねあのアイコンアイコンじゃなかったあのアバターとかも変わってない方とかもあってなるねあってなるやっぱアバターって固定が大事なのかな覚えてもらう覚えてもらうには固定が大事なのか分かんない固定とかすごい大事かもしれないなって思ったそうだからね あの髪型とかも固定大事とか言うじゃないですか。服装とかもなんだろう芸人さんとかってなんかいつもねあの同じスタイルじゃないですか。まあそういうのとかもなんか覚えてねあのやっぱいただくためにそうしてるのかとかいろいろ今なんか <laughs> ね頭の中考えてた <laughs>。しばらく黄金で固定ありがとうありがとう。うんとりあえずねあのこの黄金アバちゃんにねしてくださる方はねもう覚えるから。 覚えよう <laughs> お祭りだしねお祭りだしねそうお祭りだからね今日は一日中もうこれずっと来てた <laughs> お祭り気分でしたねまた何かね夏っぽいイベントあったら来たいなこれまた来たいかもね黄金はねめっちゃ目立つしあと壇上にね何体もいると笑っちゃうよねなんかもう ね <laughs> もうなんか何とも言えない可愛さがあるよねぜひぜひあのアバター配布中ですのでね星とかギフトとか、まあ、何か一つ投げてくださると無料で手に入るのでぜひ気になった方はぜひえーは覇班さんハートありがとうございますあとファイトもありがとう一発ありがとう <laughs> ありがとううんそろそろ40分になったのかな,なっ ね、うんということでそろそろ終わりにしようかな本当にありがとうございましたでもなんだかんだ言ってねこのハプニングとかもちょっと面白かったです<笑>,笑っちゃい面白かったって言っちゃいけないんだけどなんかいろいろあってなんか思い出深いイベントになったかなってもういい意味でねもうここはもう。 ポジティブにいきたいなって、うん、ちょっと面白かったなって今となっては楽しめまうん本当に楽しめたありがとうございますえー、えんちゃんさん花火ありがとうハートもね本当に那覇班さんありがとうございましたうんのんびりびりさんありがとうございますそうだねそうだねねお祭りルームもねすごい楽しかったしなんかねいろいろ重なってて神イベントだったねねねね <laughs> 言わせてるみたいになってるけどねイベント楽しかったねうん笑い話になるもう記念記念だよね2位もすごいしねもうすごいよねだってさもうね1位も難しいけど2位だってなるの難しいもんすごくねなんかいろんなねイベントとかにね参加するようになってからもう本当に本当にひしひしとね感じることは本当にね上位になるっていうのはすごいやっぱ大変なこと。 大変なことなのでねもう本当にに嬉しかったです本当に改めてありがとうございました皆さん <laughs> 来たばっかりとーさんこんばんは来てくれてありがとうねありがとう今度はフルで参加できるといいねグザグザグザ <laughs> そうだね今度はねフルでリベンジですこれはもうリベンジするしかないですね いやタイムリープができたらタイムリープしたいなって思う場面でしたよ本当にねタイムリープだねもうなんかうおー飛べようって <laughs> やりたい気分でしたねえー、と梶原智博さんがフォローしましたありがとうねフォローもいただいて嬉しかった うんということでねそろそろ壇上を読んでいこうかなと思います今日は本当にね長くね付き合っていただいてありがとうございましたありがとうということで、えー、13位みえちゃんありがとうございましたありがとうそして12位はせいいちさんありがとうございましたえー、そして11位はマっつんさんありがとうございました えー、十位は、もしもしさん、ありがとうございました。そして、九位ははなちゃんさん、ありがとうございました。えー、そして、八位はマープーさん、ありがとうございました。えー、七位はさかなさん、ありがとうございました。えー、そして、六位ははっしーさん、ありがとうございました。そして、五位ははるさん、ありがとうございました。 えー、そして4位は松本坊さんありがとうございました、えー、そして3位は那覇さんありがとうございましたありがとうありがとういつもありがとうそして2位はあさみんさんあさみんさんも本当にいつもありがとうございますありがとうえそして1位翔子さん翔子さんまたなんかまだいない翔子さんありがとうございます透明人間になってしまった翔子さん ねシナモン、あ、そっか、シナモンだ、シナモンありがとうございました、しょうこさんありがとうございましたパチパチー、あさみんさんこちらこそね、イベント本当にありがとうございました、お疲れ様お、しょうこさんありがとう、いずみちゃんが元気そうで何より、お優しい、本当にお優しい、心が綺麗だ <laughs> お、コマちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ビギナーさんだ。ビギナーさんは貴重だよね。あの、あんまり私、ビギナーさんにお会いしたことないんですよ。めっちゃ貴重。ありがとうございました。シナモンちゃん、かわいい、シナモンちゃん。ありがとうございました。ということでね。また、えー、っと、今日何曜日だっけ今日、土曜日か。ということは、明日も配信あります。明日もある。明日もね <laughs> あの。日常に戻りますが。 また来てくださると嬉しいですまたね一緒に配信楽しもうということでね、本当にこのイベントで ね、新たなねあのー、リスナーさんもね来てくださって本当に本当にね嬉しいまた明日からのショールームも超楽しみですはいということでありがとうございましたということでお疲れ様でしたバイバイありがとうおやすみなさいいい夢を倍増倍増って書いてある <laughs> ありがとうございましたということでバイバイありがとうね